はい、どうもこんにちは、内川さんです。前回に引き続き夏作のししとうです。前回定食から3日目の撮影でした。今回は1週間後です。こんな感じで現在誘引の準備をするために上から糸を垂らしております。この糸を使って今から誘引をしていきます。今日はまだ苗が小さいんでやらないですけど、これから苗が大きくなってここの分かれがこんな風にはっきりと2つ分かれてきたら、こことここに誘引をして釣っていきます、上に。で、その前にですね、今日はマルチを敷いております。木陰マルチで地温上昇と雑草生えるの防止と、この光の反射で葉っぱの裏に来る害虫どもを、ちょっと少なくしようという感じでマルチをしております。はい、現在マルチの途中ですね。とりあえず全ハウスのおよそ 25% は終わりました。25-60% ぐらいかな、60もいってないか。はい、終わりました。こんな感じです。はい、ここは前言った950本植わってるハウスです。いい感じですね。はい、高知県産ハウスししとうの夏作になります。これからですね、暑いハウスですけど収穫が始まる頃です。